エンドです。今日はですね、ふくらはぎのトレーニングをいきます。はい、で、このトレーニングは、足が速くなったりとか、あとはサッカーとかスポーツも使えるので、ぜひ試してみてください。で、その前にチャンネル登録お願いします。で、今からですね、トレーニングを説明していくんですけども、ふくらはぎのトレーニングってなんかこうバランス取るように、どっか支えを持ってこうやって上に上がるトレーニングがありますね。でこれでよりスポーツに特化させるんであればっていうトレーニングをしたいです。で、左右にブレのあるスポーツ、コンタクトスポーツがあるようなコンタクトスポーツ、コンタクトスポーツとかはやっぱりこうまっすぐ動くだけじゃなくて横にも動くので、そういった競技の時はわざと斜めにしてこの状態でふくらはぎのトレーニングですね。そうすることでこの場合はこっちに移動する強さをつけることがあるんです。逆にそのまま逆を鍛える場合は逆側に支えを作って、これでふくらはぎのトレーニングで、これ10回ずつやるだけでもかなり簡単になるので、余裕のある人は20回、30回ってやって、でこれをセットにしてやると効きます。で、終わりで陸上とか縦のダッシュの人たちはこれをまっすぐでこの状態でやればいいです。もしくは段差を作って、もっと段差、本当はもっと段差があればもっと段差作りたいですけど、段差があればこう深く下に降りられるので、深く降りて上がるときにバカッと上がるように練習すると、よりダッシュ力がつくんで、よいしょ、試してみてください。ということで、よかった方、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。